今でも焼き付いて どうもこんにちは。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、シンセなどの音が含まれる音源を取り込むと AI が解析して各トラックに分離させることができるすごいアプリがあるのをご存知でしょうか？モイゼスというアプリです。アプリとは言っても Android、iPhone はもちろんパソコンからも使えます。各トラックに分離した後はトラックごとに音量を変えることはもちろんスピードを変えることもでき、さらにはキーすらワンタッチで変えられるという完全にお金を払わなければ使えない機能に思えますが、これがなんとフリーで使えるんですね。すごい時代になりました。フリー版の場合は一部機能や解析の回数制限なんかがありますが、有償版は制限が解除できるようになっています。この機能があることでボーカルだけ抜いてカラオケ音源にすれば歌ってみたなどができますし、各楽器の音を抜いて弾いてみた、叩いてみたなどの元音源なんかにも使えると思います。耳コピなどで音が聞こえづらくて苦労するベースみたいな楽器ですね。これも例えばそれだけの音量を上げてスピードを落とせば耳コピもかなり楽になることは確実です。いろんな用途で使えそうですが、今回はこのモイゼスの機能を使ってみて、どれくらいのクオリティで分離してくれるのかレビューしていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、モイゼスのサイトにアクセスしまして、サインアップか無料で始めましょう、どちらかのボタンを押しますと、アカウント作成の画面が開きますので、ログインする方法ですね、こちらを選びます。ツイッターの場合はこちらを押しまして、連携アプリの認証というボタンを押しますと、これでアカウントの方が作成されます。はい、でトップの画面が出てきますが、スマホの場合ですね、スマホの場合も同じような感じで、この、選択する画面で、ツイッターサインインっていうのを選択してもらえれば、こちらで、アカウントの方が作成されます。はい、でトップの画面の方が出てくるんですけども、曲の追加っていうボタンを押しますと、ファイルアプリとかカメラロールとか出てきますが、私の場合は本体に保存されているファイルアプリですね、こちらの方を選択して、それで、トラックですね、こちらの方の選択画面が出てきますが、フリーの場合は、選べるのが最初の上の2つしかないですね。ここを押したところで、別のところを押したところで、プランのアップグレードしてくださいねっていうふうに出てきますので、ボーカル、ドラム、ベース、その他の、4トラックの方で、変換をしていきます。はい、で、変換していきますと、ここでちょっ と、処理が時間かかりますので待っていますと、トラックが作成されます。それでは再生してみましょう。君は決して偶然じゃない、あなたに出会え。パソコンの画面の方も同じように追加してファイルをドラッグ&ドロップします。で、次へ押しまして、フリー版のなのでトラック選択できるのが2つですね。種類が2つありますので、下の方はやっぱりロックがかかってますと。なのでまず4トラックの方で、こちら変換かけていきます。で、パソコンの方が処理は早いですかね。はい、で、出来上がりましたので、ちょっとこれを再生していこうと思います。私は見つめてた夕日に照らされた君の目尻のほくろ、今でも焼き付いて消えやしない。昼下がりこぼれたぬくもり、知らずに聞いていただきました。
まあ例えば1トラックですね、例えばベースだけのトラックを聞いた場合に、その、まあ、ベースの中にも高い方の音があるんですけども、そういうのを別のパートの方のトラックに、割り振られて、そっちの、トラックとして流れてしまうと、単体でベース流した時にちょっと音が、しょぼいというか、ちょっと物足りないような音になってしまってますが、まあ、それでも、パート別にしっかりと分けられているかなというふうに印象を持ちました。はい、フリーと有料プランの違いですね。プランは3つありまして、フリーと、プレミアムとプロのプランですね。この3つのがありまして、フリーの場合は1ヶ月あたり5回オーディオ分離ができますと。で、スピードチェンジャーがついてはいるんですけども、見てみたところ BPM のプラスマイナス10ずつぐらいですかね、できました。なので少しフリー幅は少ないって感じですね。で、アプリの方で再生した際に歌詞やコードの方も途中までは見れたんですけども、途中から見れなくなって、これ以上やりたい場合は、有料プランにしてくださいねっていうような表示が出てました。はい。一方プレミアムプランですね、こちらはオーディオ分離が無限にできまして、リズムもコードも制限が解除されてますので、まあこれも一曲丸々使えるってことですね。はい。で、分離するトラックの方法も種類が、増えていて、マスタリング機能や、まあ、エクスポートする際のファイル形式もですね、フリーの場合は MP3 のみだったんですが、それプラス Wave と M4A が追加されています。で、プロ版はさらにトラックの分離の種類が、増えており、いろんな機能が追加されてますので、興味がある方は7日間の無料トライアルができますので、そちらで体感してみてください。プレミアムプランでは分離できるトラックの種類が増えました。はい、実はこれトラックの種類なんですけども、上のメニューから、トラックの種類変更することができますので、はい、これ今ボーカル、ドラム、ベース、ギターをボーカル、ドラム、ベース、ピアノに変えてみました。はい、この曲にはピアノが入ってませんので、ピアノの音は入らないはずです。では聴いてみましょう。ねえ、泣いたりし曇り知らず時計は進み続く。はい、ピアノのトラックには、ほとんど音は入ってませんでしたね。ピアノがちゃんと入ってる音源で、取り込んでみました。再生してみようと思います。はい、ピアノのトラックにちゃんとピアノの音が、入ってましたので、しっかりと分けられてるかなというふうに思います。はい、続いてはボーカル、ドラム、ベース、弦楽器その他で変換してみようと思います。これは弦楽器となってますので、ギターとは違うストリングスなんかが、ちゃんと、トラックの方に入ってくるか確認してみようと思います。積み続けて、続いてはボーカル、バックグラウンドボーカル、インストゥルメンタルの3トラックでやってみます。君を落っことした時計の針は進み、あ、地球儀みたいだ、した瞬きするたびに遠くなる、
このままじゃなくて、ああバカみたいに前を避ける。はい、続いてはキーの方を見ていこうと思います。キーはですね2種類ありますね。このチューニングって書いてある方の、まあ多分チューニングがちょっと違う、狂ってた時の調整用ですね、微妙に調整用にする方と、あとはキーを本当に変える方ですね。まずこの調整法の方をちょっと、聞いていこうと思います。昼下がりこぼれたぬくもり、知らずに落っことした、時計の針は進み続けて、あ、回り続けてく、あ、地球儀みたいだ、走ってくる。はい、こんな感じで B 調整ができているような感じですね。じゃあ続いては、キーの方を変えていこうと思います。戻して、はい、行きましょう。あ、回り続けてく、あ、地球儀みたいだ、走ってくる。でも立ち止まりやしない、涙で霞んでゆく、空を知るその手が瞬きするたびに遠くなる。 あ、このままじゃなくて、あ、バカみたいに前をかける、君この足で。はい、キーちゃんと変わってましたね。あれですね、キーを変えて上げたり下げたりすると、音が細くはなりますね。はい、そこら辺は少し気になりますが、まあ、ちゃんとキーが変わっておりました。はい、はい、続いては、スピードですね。今度はこちらの、オーディオスピードチェンジャーというのですね。はい、もうこれ読み込んだ時に、スピードも感知してもう173という値が出してくれてるんですけども、こちらの方変えていこうと思います。昼下がりこぼれたぬくもり、知らずに落っことした、時計の針は進み続けて、あ、回り続けてく、あ、地球儀みたいだ、走ってくる。はい、聞いてもらいました。すごいですね。ちゃんとスピードも変わりますね。音もそこまで変化しないので、これはなかなか使えるなぁと思います。はい、その他の機能としては、こう、例えばこれですね。これはカウントインっていう機能ですね。これをオンにしてあげれば、再生前のカウントイン期間ということで、これをして、一回再生してみると、これですね。ねえ、はい、再生前にカウントが入るっていうやつですね。はい。で、まあ、エクスポートするってなった時ですね。ここを押すと、今、プレミアムプランなので、3つの、ファイル形式が選べるっていう感じですかね。はい。で、どのトラックを落とすかと。まあ、すべて落とすかが選べるようになっています。オーディオミックスのミックスをダウンロードにすると、すべてのトラックが、このままですね。このままダウンロードされるような感じですね。では続いてこの歌詞の方を見ていこうと思います。これもう歌詞が読み込まれた時点で、勝手に変換してくれてるようで、押すともうすでにこうやって歌詞が、入ってますね。再生してみると。ねえ、泣いたりしないで、君はごまり顔で私を見つめてた。黒い雲が運ぶような涙こぼれて、何も見えなくなっていたの。
はい。困り顔でが小がり顔ねでみたいな感じにはなってはいるんですけども、まあ大体の文字は、読み込めているかなっていうような風に思います。はい、続いてコードですね。コードはこれ再生するときにそのコードを、表示してくれるってやつ、機能ですね。再生してみると思います。これまず開いて、はい。ねえ、泣いたりしないで。君は困り顔で私を見つめてた。黒い雲が運ぶような涙こぼれて何も見えなくなっていたの。はい、行動が正しいですし、あれですね、これはギターの押す場所まで表示してくれてますね。はい、便利な機能だと思います。続いては曲のセクション行ってみます。ここを押すともうすでに、解析されまして、ここに、区切りが載ってますね。ちょっと再生しようと思います。ねえ、どう？昼下がりこぼれた雨、雨回り続けて。もうどれだけ来た？上り坂逃げ出し汗とかしてばかりの回り続けてく。はい、今聞いてみたんですけども、完璧なですね、完璧な区切り方ですね。はい、最初にドラムが入ってない A メロで、ドラム入った A メロで、続いて B メロで、サビですね。で、D で間奏に入って、また2番の A メロ、B メロ、で、転調したサビですね。で、最後、大サビが入っての、エンディングですね。完璧な曲のセクションの区切りでした。いかがでしたでしょうか？機能としては申し分ないですし、耳コピしたい人には必須アプリと言っても過言ではないでしょうね。月5回の制限でよくて、解析時にギターとピアノの区別をしなくて良いということであればフリーでも十分かなというふうに思います。まあ、個人的にはコードを読み取ってくれる機能お気に入りですし、回数制限ですね、やっぱこれがないプレミアムプランがいいかなというふうには思いますね。一つ注意点としては、有料プランを申し込む際に決済方法が3つほどあったかな。私はクレジットカードで決済したんですけども、楽天カードのビザの場合ですね、カード会社のセキュリティで引っかかったので、そのままでは決済できませんでした。もし決済時にブロックされた場合は、対処方法としては楽天カードに問い合わせしまして、本人確認をした上で決済したいサイトを伝えて、で一時的にセキュリティの方を解除してもらって決済ができました。はい、参考になればと思います。皆さんもモイゼス、ぜひ使ってみてください。それではまた。